はい、ズキです。本日ご紹介するのはこちらのスマートフォン、6月8日、本日ですね、国内キャリア発売されました Galaxy S8 でございます。私は au さんで契約していたこちら Galaxy S7H からの機種変更で S8 を購入しました。いろいろとお伝えしたい部分があるんですが、まずはスペックの確認とともに恒例のベンチマークを行いたいと思います。スペックはこんな感じです。私が購入したのはノーマル S8 で 5.8 インチサイズとなります。ちなみに S8 プラスは 6.2 インチにバッテリー容量が 3500mAh、 重量が約 173g となっています。 S8 の詳細スペックを見ていくと、 CPU がオクタコア、 4GB RAM に 64GB ROM、外部メモリは 256GB まで対応、 OS は Android 7.0 NUGA、 カメラはインが800万画素、アウトが1220万画素、光学手ブレと動画手ブレ補正を備えています。動画撮影では 4K ビデオ撮影に対応、オーディオはハイレゾに対応、防水防塵機能もバッチリなIP68、 生体認証もあってエッジスクリーンを継承しているようですね。このエッジスクリーンですね。特徴をおさらいすると、なんといってもインフィニティディスプレイと呼ばれるベゼルレスデザインでしょうか、有機 EL ディスプレイを搭載しています。ディスプレイ比率にも特徴があって、映画の比率に近い 18.5:9 となっています。ディスプレイの両端をカーブさせるとともに背面もカーブさせることで大画面と握りやすさを両立。個人的にはこのアピールが面白かったんですが、背面まで滑らかにということでカメラが出っ張っていないと、これは iPhone への当てこすりかと思うんですが、背面が滑らかなのはいいことだと思います。そして物理ボタンがなくなっているというのが気になっているんですが、感圧対応のホームボタンが配置されているようです。 iPhone 6 Plus から7 Plus に移行した時も物理キーが感圧式になったことを懸念していたんですが、今となっては何の問題も感じていません。 Galaxy の感圧対応ホームボタンはどうでしょうか、見ていきたいと思います。その他ビクスビーという機能も備わっているようです。それでは実機を見ていきたいと思います。はい、色は、ミッドナイトブラックを選択しました。ちょっとね、もう鏡面といいますか鏡みたいになっちゃってて、もうテカっちゃってて、蛍光灯が映って分かりにくいかと思うんですが、黒ですね、ミッドナイトブラックです。 iPhone のジェットブラックと比較したいと思いますが、もう分かんないですねこれは。はい、これまたちょっと照明を考えて比較してみたいというふうに思います。そして S7H との比較ですが、一回りまでいかないですが、だいぶコンパクトになってる感じですかね。
カメラはこんな感じで撮影します。これディスプレイの綺麗さがすごいよくわかりますね。虫眼鏡で見てるみたい。で、気になる感圧ホームボタンですが、ちょっと分かりにくいと思うんですが、しっかりこう感触、押した感触が返ってきます。ただやっぱりこの iPhone のようにですね、こうくぼみがあるとないとでやっぱりちょっと違うなという気がしますね。感触はあるけど、やっぱりこう誤操作が多そうな気がしちゃいますね。はい、それではベンチマークを取って終わりたいと思います。はい、Galaxy S7 Edge では AnTuTu ベンチマーク 142,617 というスコアでした。新しいスマホ S8 はどのぐらいの数字を出すんでしょうか。はい、ということでスコアが出ました。 164,066 ということで、見たことない数字になってますね。 Galaxy S7 Edge が 142,617 でしたので、約 21,000 ポイントほど S8 の方が上というふうになっています。細かく見ていくと 3D が、はい、こういうスコアになっています。 UX がこういうスコアですね。CPU が、はい、こういうスコアです。スコアもそうなんですが、画面ですね、 3D 画面を見ているときに今までで見たことないぐらいヌルヌルしてたかなという気がしました。それでは続いてギークベンチを見ていきたいと思います。はい、ということで結果が出ました。シングルコアスコアが1844、マルチコアスコアが6174ということで、これもね、見たことないような数字をやっぱり叩き出してますね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、 Galaxy S7 より上となっています。これも当たり前っちゃ当たり前なんですが、マルチコアでも、まあ、トップと、 Galaxy Note 7より上というふうになっています。
はい、ということで、Galaxy S8 を見てきましたがいかがだったでしょうか。はい、まあ、私からすると持った感じが非常に持ちやすかったなと、まあ、ちっちゃくなったから当たり前っちゃ当たり前なんですが、 iPhone7 Plus、 Galaxy S7 Edge、 Galaxy S8 と、まあ、ちっちゃい分だけ持ちやすくなったかなという気がします。背面カーブっていうのはねそんなに気にならなかったんですけども、やっぱり持ちやすい一つの要因になってるかもしれないですね。はい、で本日購入した時にソフトカバーを試供品としていただきましたので、まあ、傷つかないようにね、早速取り付けてみたいと思います。非常に試供品らしいと言いますかペラペラですが、まあでもそれでもね傷つかないのが重要なので、よいしょ、はい、こんな感じで取り付けました。はい、はい、ということで、まあ、簡単に、Galaxy S8 のベンチマーク等を取ってまいりました。まあ、次回以降ねまたじっくり機能をね見ていきたいと思いますので、よろしければチェックしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。